よさこいソーラン部ブキヨです。今から演舞させていただくのはブキヨ2021年度作品きらめき、テーマは竹取物語となっております。奇跡の出会い、別れの運命、そしてその先にある輝かしい未来への訪れを表現しております。村人や貴公子たちのそれぞれの思いとともに、かぐや姫が織りなす儚くも美しい世界をぜひお楽しみください。不器用一同、全身全霊で演舞いたします。どうか5000円のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。時は遡り、平安、今宵我々が見せる、今もなお語り継がれる物語。今は昔、竹取の翁というものありき、黄昏時翁は竹やぶへ、おや竹が光っているではないか。切ってみよう、糸美しゅうていかに。かぐや姫が生まれたぞ。村人総出の歓喜の宴、いざ。それはそれは皆を魅了するほどの美しさであった。まあ、なんて素晴らしい世界、この地に導かれし運命、あの月のように私はここで生きる。週刊平月、かぐや姫を求め5人の貴公子が集結する。さあ、いざ合戦いくやさ。ワイオリオおい、必ず振り向かせてみせる。私は誰のものにもなれないのです。さようなら。もうすぐ月へ帰らねばなりません。願わくばこの幸せが続きますように。かぐや姫は静かに涙を隠した。刻一刻と迫る時、かぐやは何を思うのか。離れたくない、行かないで、心はずっとつながっている。きっとまた会える。あの日のように笑顔でいたい。ならば最後の時を楽しもうではないか。Yeah!
四天王寺大学よさこいソーラン部不器用の皆さんでした。背景変わりましたよね。ありがとうございます。すごかったです。じゃあ続いてのチームはナルコレン